悪いものをね備蓄する必要はないと思います。ですのである意味でノウハウとかねスキルとかを備蓄しておくっていうことは結構重要なんじゃないかなと思いますね。どうもこんにちは、太田です。今日はですね、健康被害がひどすぎるのでこんなものは備蓄する必要はないというものをお話をしていきたいと思います。備蓄となりますとですね、これもあれも必要なんじゃないかなというふうに思ってしまうということはあるんじゃないかなと思います。例えば洗剤とかチョコレートとかいろんなものありますよね。そういうもの本当に必要でしょうか？いや絶対必須でしょというふうに思っている方もいるでしょうし、でもいらないよね、でもここ確かに不要だよねと思っている方いらっしゃると思うんですよね。ということで意外といらない、そして体にいいという備蓄の新しい方法についてお話をしていきたいと思います。なくなったらねいろんなもので代用できるんですよねというところをまずお話ししてみたいと思うんですけれども、例えば洗剤とかね食器洗剤とか、まあ、ある程度液体とかで無添加だったとしてもやっぱ数限られてるじゃないですか。永遠には同じものを使い続けられないと思うんですよね。そこで何を使ったらいいのかという話なんですけれども、備蓄サバイバーから実は習ったんですよ。なるほどなと思ったんですけれども、しかもそれは環境にも優しいエコですっていうことでね、うちのクラブメンバーから習った話なんですけれども、実はですね食器洗剤としてふさわしいものとして体によくて、しかも手にもよくて環境にもいい三拍子揃ったものがあると聞いたんですよ。それなんだかわかります？それはですねなんと米ぬかでございます。まあ、少なくともですね精米機があって玄米があるっていう方は米ぬか作れますよね。でこの米ぬかをですねいわゆるティーパックそういうものに入れるわけですよ。で入れてですねあれでですね食器洗ってみてください。そうするとですねケチャップついてようと油汚れ結構きれいに落ちちゃうんでキュッ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 つって。米ぬか洗剤でちょっと検索していただきたりとか食器洗いとかで検索すると出てきます。 YouTube で他でも僕はね結構それ知って、あそうなんいらないじゃんというふうに思ったわけなんですけれどもね、ぜひねこれは試していただきたいなと思います。まずは米ぬかですね。米ぬかこれはおすすめでございます。米ぬかで洗剤を使うということですね。であとはですね歯科衛生士のねある方から教えてもらったんですけど、本気で歯ブラシがあれば何もいらんと言ってました。僕は結構お気に入りの歯磨き粉があってフッ素使ってないやつね、フッ素やっぱ頭悪くしますからフッ素付きのやつは捨てようね、いらんからね、はい、それぐらいだったら重曹で洗おう、こういうパターンで洗うのも全然ありです。これもやり方ぜひ調べてください。これずっと話し始めると長くなっちゃうんで、いずれにしてもね食塩とかもうそれぐらいのものでですね全然代用できます。歯磨き粉もしなかったとしても全然いいじゃないかということですよね。あとはまあ食器洗剤とかでも米ぬかがダメだったりとか、あとはクエン酸とかあとは重曹と使ってみたりとかね、それ工夫するだけでもかなりの食器用洗剤とか不要ですよね、いらないと思います。であとはまあやっぱり石鹸は必要だと思います。やっぱり油汚れとかねついてきて、まあ洗剤とか回さないといけないじゃない、その時はやっぱりね洗濯機使わないといけない場合は洗剤必要だと思いますので、それ用になんやかんや準備をしておく、あるいは手で洗うっていうね、まあそこら辺をね桃太郎の時代の気持ちになってですね洗うっていうのもまた一個の手だと思います。まあ、そういうねあの文明が壊れていく時っていうのはもうしょうがないわけなんで、それぐらいの覚悟を決めておけば私は川へ洗濯へ行きますという気持ちになってればいいわけじゃないです、まあ、そういう有事に備える心構えでいていただくと良いのではないかなというふうに思うんですけれども、今あるものを別に捨てる必要はないとは思いますけれども、あれをいちいち買い込んでなんか変な匂いとかもしてたりとかするとやっぱ良くないじゃないですか。だから別に備蓄する必要は私はないと思います。どうしても必要なものに関してはまあ必要はあると思いますけれども、体に悪いものをね備蓄する必要はないと思います。ですのである意味でノウハウとかねスキルとかを備蓄しておくっていうことは結構重要なんじゃないかなと思いますね。そういう意味でおすすめなのは、例えば出汁とかも同じですね。玉ねぎと麹だけで玉ねぎ麹作れるの知ってますか？やったことありますか？麹だけでね結構その味噌とかも究極作れますし、醤油とかだって作れなくはないわけで、醤油難しいけど結構ねやっぱりあれ1個あるだけでね安心感ありますよ。玉ねぎ麹と、ちょっとオリーブオイルとかなんかあとは醤油的なものがあれば、まあ味的にはね全然問題なく食べられるじゃんっていうのが分かってるとですねやっぱり安心するっていうのは僕はあるように思いますね。ということで麹ももしかしたら必須かもしれませんね。だから僕も結構備蓄してるんですけれども、麹だけでね結構可能性広がりますよね。いろんなものが、発酵食、日本人のねやっぱり DNA に刻まれてるっていうか、
日本人にとっては昔からあれを持つことによってね、いろんなものを飢饉とかそういうものを、ね、乗り越えていたわけじゃないですか。だからやっぱりこういうものでね、やっぱり危機を乗り越えていくっていうのは日本人のね DNA かなというふうに思いますので、ぜひそちら取り組んでみてはいかがでしょうかということですね。であとはですね、チョコレートというふうに私ねさりげなく言いましたが、チョコレートも作れるわけなんですよ。究極ね、チョコレートの作り方、ローの作り方ってあれば、ローチョコレートの作り方調べれば普通にできますんで、ぜひやってみてください。だから究極僕が一番簡単だと思ってるのはカカオパウダー、私これ結構好きなんでたくさん持ってるんですけど、カカオパウダーとココナッツオイル、これにですね黒糖ですね、ちょっと黒糖味のチョコレートになるんですけどね、そうするとですね意外と全然チョコレートなくても生きていけるじゃんってことがわかるわけなんですよね。まあ、こういう時期っていうのは、まあ、いろんな健康被害をねもたらすような、あれもなきゃこれもなきゃチョコレートも買っとかなきゃ死んじゃうかもしれないというふうに思ってる方は、やっぱ自分のスキルでそこを乗り越えるしかない。やっぱり自分の頭の中に入ったスキル知識として分かっておけばですね、それで変なものをたくさん溜め込む必要もない、逆にもういらないって言って全部捨てることだってできる、実際何が起きても生きていくことができるという、そういうねサバイバル能力がこれから試されていきますので、いきなりもう戦争が起きたら私たちに何をしたらいいのかというね、そのための最低限の心構え、心の準備をぜひですね進めておいていただければなと思います。そうするとですね、きっと知識だけはね誰も奪えませんから、ぜひですねそういったスキルを備蓄を関連とした形でですね、スタートに皮切りに能力を身につけていってくださればなと思います。もしかするとね、このビデオ最後までご覧いただいた方はね、ドラッグストア私生活の一部ですっていう方もいてですね、もしかしたら多少不快な思いをしたかもしれませんが、なくても生きていけます。そしてない状態の方がむしろ健康になるんですね。そこら辺をぜひ味わっていくというか、それを体験しながら今回の備蓄危機というね、これからまあ未曽有の危機が来るわけなんですけれども、そこをね乗り越えることによって逆に新しい生活、新しい私たちの人類の舞台が始まるんだというふうに僕は考えることができると思っております。ということで、そんな困難を楽しみながら過ごしていきましょう。そんな時代を生き抜くためのサバイバルセミナーというのを概要欄からプレゼントしておりますので、ぜひご覧いただければと思います。これからの世の中ね、何が起こるか分かりません。そのために何を私たちがなすべきなのか、そして何がこれから起こるのかということを分かった上で、私たちは楽しみながら生きていく必要があると思います。ということで、今日の話面白いなと思っていただけた方はぜひ高評価ボタンを押していただいたりとか、あとはチャンネル登録、通知のボタンを押していただけると幸いでございます。それでは最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。また次のビデオでお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。